今回の話題は大谷翔平選手22号ホームランにより1900年以降初の歴史的大記録達成、ベーブ・ルースですら達成できなかった記録、海外の反応ということについて紹介します。今日のレンジャーズ戦最終戦に2番 DH 兼投手で出場した大谷翔平選手は、投手としてはクオリティスタート、先発投手の責任の目安とされる6回以上を自責点3以内に抑えた場合に記録される指標達成となる6回3三振被安打6、1四球2失点と力投し、約1ヶ月ぶりとなる6勝目。打者としては2打数1安打1本塁打2四球で、ここで一発欲しいと誰もが思った1点リードの第4打席で自身6勝目に大きく近づく自援護団となるホームラン王独走の2試合連続22号ツーランホームランと、今季最長の12試合連続ヒット、18試合連続出塁と投打二刀流での大活躍でした。特に打者としては6月の打撃成績はこのようになっており、打率4割超え、出塁率5割超え、長打率9割超え、オプスほぼ 1.5 という異常な値を更新しています。月間 MVP を取った2021年6月と2022年の6月と現時点の2023年6月の成績を比較してみるとこのようになり、今年の6月の成績がいかにヤバいかがわかりますね。また71試合で22本ホームランは年間ペースにすると2022年の34本、さらに2021年の46本を超え 50.19 本になり、3年連続30本、そして2021年以来2シーズンぶりとなる年間40本、そして自身初の50本台に乗る成績なのです。そして今日の試合によりついに打者投手の全ての指標でチームナンバーワンと全冠を達成したということは前回の動画で紹介しました。さてそんな投打にわたる大活躍中の大谷翔平選手ですが、今日の試合で1900年ぶりのまたすごい記録を成し遂げたのです。それはホームランと被打率の記録です。今日の試合により大谷翔平選手は22号ホームランでア・リーグ1位、2位のアーロン・ジャッジ選手と3本差、メジャーリーグ全体で言えばナ・リーグのメッツ所属ピート・アロンソ選手に並ぶ1位となり、また投手としての被打率は1割7分8厘で両リーグトップとなりました。つまり両リーグでホームラントップ&被打率最低投手となったのです。このことについて過去のデータを探し出し、さまざまなメジャー記録を掘り起こすことでも知られる MLB 公式サイトのサラ・ラングス記者がツイッターで、ホームランと被打率70回以上の両カテゴリーで MLB トップに立った選手は1900年以降で翔平大谷が初めてと投稿したのです。情報を付け加えると、本塁打と被打率の両部門で過去トップ5に入った選手でさえ1918年のベーブ・ルースしかいないのです。毎日のように何かしら新たな記録を作り出していく大谷翔平選手、次は一体どんな記録を作ってくれるのか楽しみです。さてそれではここからこの1900年以降初となったホームランと被打率でメジャートップという記録を知った海外の反応を紹介します。わお、120年に一度の選手ってことか。ベーブ・ルースですら成し得なかった記録を作ったのか。すげえな。なんてことだ。狂ってるよ。完全にレジェンド。非常識な成績。もう完全に MVP。 これはとても信じられないこと。おそらく私たちはまだ大谷がどれほど特別な存在であるかを本当に理解できていない。翔平大谷は歴史を作り、真の二刀流スーパースターであることを証明した。エンゼルスはこの素晴らしい才能の存在でプレーオフ進出を成し遂げようとしてる。さて今日の試合後の大谷翔平選手は71試合中リーグ2位タイの69試合に出場し、総合的な貢献度を表す指標王ではメジャー両リーグで1位、打者としては4位、投手としては27位となっています。投手としてはこのような成績となっており、打者としてはこのような成績となっており、特に打者として大活躍でホームラン王だけでなく三冠王、首位打者、本塁打王、打点王、トリプルスリー、打率3割、30本塁打、30盗塁も目指せる成績なのです。ア・リーグ MVP を取った2021年と、さまざまなメジャー新記録を成し遂げた2022年の成績と、現時点の2023シーズンの成績を比較してみるとこのようになり、今シーズンこれらの年を凌駕する成績を残しています。約1ヶ月ぶりとなる6勝目。そして、ホームラン王独走となる特大22号ホームラン。
12試合連続安打と連日のバッティング大爆発、楽しませてもらいました。大谷翔平選手に導かれエンゼルスも波に乗り、今季39勝32敗としア・リーグ西地区5チーム中単独3位を維持、プレーオフ進出条件、地区優勝の3チームプラスワイルドカードのワイルドカード順位でエンゼルスは4位につけており、3位とのゲーム差はたった1で、プレーオフ進出ももう手に届くところまで来ています。明日の試合も目が離せません。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。